オリスカニー。オリスカニーは、アメリカ海軍の航空母艦。エセックス級航空母艦の11番艦。艦名は、アメリカ独立戦争のオリスカニーの戦いにちなんで命名された。オリスカニーと表記されることもある。マイテオ王、オ王の愛称を持つ。オリスカニーは、ブルックリン海軍交渉で1944年5月1日、寄港し、 1945年10月13日にクラレンスキャノン夫人によって浸水する。艦の建造は1947年8月12日に85%の段階で中断され、SCB-27 近代化計画のプロトタイプとして再設計された。新世代の艦上戦闘機を運用するため、フライトデッキの構造は強化され、より強力なエレベーター、 h マイナス8油圧型パルト、新型着艦制動装置が装備された。アイランドは構築し直され、対空砲塔は撤去された。また船体はバルジが装着されて、横幅を広げられた。オリスカニーは、艦長パーシー・ H ライアン大佐の指揮下、1950年9月25日に収益する。オリスカニーは1950年12月6日にニューヨークを出港し、 フロリダ州、ジャクソンビル沖で空母着艦資格訓練に従事する。ロードアイランド州、ニューポートでクリスマス休暇に入り、1951年1月11日にジャクソンビル沖での訓練を再開、グアンタナモアンで第一空母航空団を上艦させる。その後ニューヨーク海軍造船所で3月6日から4月2日まで回収を行い、 第四空母航空団を訓練のためジャクソンビルで上艦させた後、1951年5月15日にニューポートを出港した。朝鮮戦争時の1953年、オリスカニー内部には核兵器、新型原子爆弾マーク5の組み立て工場が設置されており、核兵器製造のための工場艦として稼働していた。北朝鮮への核攻撃を想定して、 マーク5を搭載したまま日本の横須賀港に寄港していたという。この事実は2008年11月9日放映の NHK スペシャル。こうして核は持ち込まれた空母オリスカの秘密において紹介された。1957年1月2日に一度退役し、機体の大型化、発着観速度の高速化が進んだ、新型艦上機の運用に対応する。 SCB-125A 階層、飛行艦板のアングルドデッキ化、エレベーター能力向上や移設、油圧式に変わる C-11 蒸気式型パルトの設置、着艦制度装置の更新等を施した上で1959年3月7日に、最終駅、以後は1965年に、ベトナム戦争に参加するまでの間にシヒラ用を、 中心とした数回の作戦公開を行った。ベトナム戦争に参加していた1966年10月26日、トンキン湾沖で、館内全部右側格納庫内のパラシュート付けフレアが、富士発火、玉火薬湖の誘爆に至る大規模な火災事故を起こして44名が死亡、16人が重軽傷を負い、6機の飛行機が消失。大きな損傷を受けたために、 フィリピンでの応急修理後アメリカ本土に開港され、本格的な修理を受け、再びベトナムに戻る。翌1967年にはジョン・マケインが登場している。その後、1968年にアラメダ海軍航空基地に戻る。25年に及ぶ活動の後、オリスカニは1975年9月30日に退役し、 ワシントン州ブレマートンにモスボール状態で保管された。1980年代初めに最終駅の提案がなされたが、缶の保存状態や近代化のためのコスト、缶に配備する航空団の不足等の問題から最終駅はなされなかった。オリスカニは1989年7月25日に除籍され、1995年9月9日に廃棄のため売却されたが、 強者が契約を守らなかったため1997年7月30日に契約が破棄され海軍が再入手する。その後、メアアイランドの旧海軍造船所で数年間経流された後、テキサス州、ボーモントのボーモント予備艦隊に廃棄のため開港された。1990年代の初めに東京湾で世界都市博覧会のアメリカの都市展に オリスカニーを展示する計画が作成された。しかしながら、計画は調達資金の不足により失敗した。世界都市博覧会自体も中止された。海軍は2004年4月5日にオリスカニーをフロリダ州に開港し、人工魚礁にすることを発表した。船体からは再使用が可能な設備がすべて撤去された。艦で使用された金は、 ニューヨーク州オリスカニーに展示されている。また、船体の様々な部品は、カリフォルニア州アラメダのホーネット博物館に流用される。オリスカニーは2004年度国防認可行為、広報108から136によって認可され、人工魚礁として使用される、最初の軍艦となった。艦は、当初2005年6月25日に、 ペンサコーラの24マイル南へ沈められるようであった。缶からは油や塗料、石綿が撤去されたが、相当量の PCB が含まれており、環境への影響が考慮され計画は延期された。環境保護局は缶を沈めるための最終承認を2006年2月に与え、オリスカニーは2006年5月17日に、フロリダ沖のメキシコ湾の海底65メートルに沈められた。 なお、この魚唱化作業はディスカバリーチャンネルで空母オリスカニーの最後として放送されている。オリスカニーは朝鮮戦争とベトナム戦争に参加し、二つの従軍政省を受け取っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。